ボチャージャーちゃん。なんだ、自然吸気ちゃん。なんだか小腹が空いてこない。まあ、言われてみればそうだな。食料調達しにコンビニに行ってきて。いや、なんで私だけなんだ。一緒に買いに行けばいいだろ。だって、外は雨が降っているし、わざわざ車を出すのも面倒くさいじゃん。だからって人をパシる理由になるか。ああ、こういう時に気軽に運転できる、シティコミューターみたいな車があればな。確かに、ちょっとした買い物の時、シティコミューターがあれば便利だろうな。だが、コンビニ程度なら原付きでよくないか。今日みたいに雨降ってる時はどうするの？行って帰るだけでびしょ濡れになっちゃうよ。確かに、それはそうだな。ピザの配達とかに使用する、屋根付きの原付きあるじゃない？あれって雨の日濡れにくいのかな？濡れにくいだけで、普通に濡れると思うが。利便性を追求するならやっぱり車になるねー。でも、シティコミューターって種類少ないし、なんだかんだ維持費かかりそうなんだよな。だから、軽自動車が売れるんだろうな。一昔前に比べれば随分高くなったとはいえ、維持費も安くて街乗りでの使い勝手も良い。日本におけるシティコミューターだよな。まあ、そうだけど、これからメインの車も購入するつもりだし、私のお給料で車に台持ちはきついな。貧乏だもんな、自然吸気ちゃんは。うるさいな。大体同じ時期に同じ仕事を始めて、なんでこんなにお給料に格差があるの？解説役と聞き手役の違いだろうな。ぐぬぬ。ああ、どこかに足車落ちてないかな。あ、今思い出したんだが。どうしたの？軽自動車よりももっと小柄で、近場の買い物に最適な車、あるぞ。どんな車？ 50cc ミニカー、いわゆるゼロハンカーだ。初めて聞くジャンルだな。50cc ってことは原付と同じ。そうだ、昨今は EV モデルが増えつつあるが、従来は原付のパワーユニットを流用していた。そんなのって言ったら原付に悪いけど、たった 50cc でまともに走れるのかな。分類上、原動機付き自転車として扱われるから、原付の法定速度である 30km は一応出るぞ。一応って、大丈夫なのかな。でもコンビニに行く程度なら、それでも全然問題ないのかも。ゼロハンカーは1980年代に最盛期を迎えるんだが、実はそのブームの立役者が、三岡自動車なんだぜ。三岡自動車って、あの三岡、ブーンブーンキャストでもたびたび取り上げている、オロチやバディなどを世に送り出した三岡だ。へぇ、そうなんだ。バイクカーの製造、販売で有名な三岡だが、その傍ら中古車販売店を全国展開していたり、輸入車ディーラーを運営していたりする。割と手広くやっているんだね。有名どころではランボルギーニ大阪と神戸。この2店舗を運営しているのは三岡なんだぜ。ランボルギーニの正規ディーラーなんだ。本当に何でもやっててすごいや。利益のメインは自社のオリジナルカーだよね。いや、三岡は輸入車と中古車販売での売り上げが、大半を占めていて、バイクカー事業の売り上げは、グループ全体のわずか 7.5% に止まっているぞ。え、そうなの？それは意外だったよ。まさか三岡が、いくら輸入車とはいえ、他ブランドの車の販売で成り立っているなんて。まあ 7.5% も決して馬鹿にはできないけどな。でも、スーパーカーを販売しつつ、分類上は原付となるゼロハンカーを、並行して販売しているって面白いね。いや、それがな、三岡はゼロハンカー事業を撤退していて、今はその類の車は販売していないんだ。え、三岡はゼロハンカーブームの立役者でしょ。そんな企業がなんで撤退しちゃったの？それじゃあ、まずは三岡の歴史を振り返ろう。三岡自動車は1968年、富山県で創業された。創業者は三岡進む、国産車ディーラーに勤めていた彼は、独立して小さな整備工場を営み始めた。創業当時は普通の整備工場だったんだね。どうやって今の形にたどり着いたんだろう。しかも、整備工場というと聞こえは良いが、馬小屋を借りて板金塗装、整備をしていた。馬小屋、成り上がったなぁ。その後、当時としては珍しい青空展示方式の、中古車販売店を見て、これはいけると思ったのか。同様の店舗を富山で出店することにしたんだ。これがバズったのかな？ああ、大バズりだな。同時に、中古車が安価な地域から仕入れてきて、綺麗に仕上げ、整備をして販売するという、現在の中古車販売業の先駆けとも言える、ビジネスモデルを展開してこれも大成功した。今でこそ当たり前だけど、当時は違ったんだね。三岡進さん、めちゃくちゃ先見の明あるなぁ。これが三岡の中古車チェーン、ブブ、となる。全国展開に成功した三岡進氏は次の一手として、ホンダやヒュンダイ、フィアットなど、国内外の新車正規ディーラーも展開した。どちらも現在の三岡の大きな収入源として、長年成り立っているんだからすごいよね。中古車事業と輸入車事業だと、売上的にはどっちが大きいの？
グループ全体の部門別売上比は、正規輸入車ディーラー事業が 48%、中古車事業が 44.5% となっている。ほぼ変わらないレベルだね。もともとはグループ全体の売上の半分以上を、正規輸入車ディーラー事業が占めていたが、今は中古車事業が伸びてきているようだ。今のところ順風満帆に見えるけど、どうして、ゼロハンカー事業を展開することにしたの？もともと三岡進氏は、自分で車を作りたい、そういう思いで会社経営をやってきた人だ。ということは、ビジネスの一環としてじゃなく、車を作るためにこれまで頑張ってきたのか。三岡進氏が中古車を仕入れるために、大阪に出張していたある日のこと、街中で初めて見る小さな車を発見した。小さな車って、もしかして、追いかけてその車の運転手に問いただしたところ、イタリア製のマイクロカーであることが分かった。追いかけて問いただすって、三岡進さんの行動力エグいな。まあ、そういう人だからこそ三岡自動車を、ここまで成長させることができたんだろうな。三岡進氏はすぐにそのマイクロカーを購入して、テスト走行したところ、故障が頻発したんだ。いくらマイクロカーとは言っても、輸入車であることは変わりないしね。高温多湿な日本じゃ壊れやすいよな。エンジンの乗せ替えなど回収しているうちに、この程度なら自分たちでも作れると判断した。三岡進氏はゼロハンカー開発に乗り出したんだ。おお、ついにこの時が、同時に、50cc エンジンを搭載した四輪車を、原付として登録できるかなどを精査した。あ、そっか、もし原付として登録できなかったら、普通の軽自動車扱いになっちゃうから、軽自動車の介護官に過ぎないもんね。三岡進氏は運輸省に乗り込んで役員に質問攻めして、原付扱いで問題ないとの言質を取ることができたぞ。運輸省は現在の国土交通省か、相変わらずの行動力だね。ところが、ここで問題が一つ発生する。問題、せっかく順調にことが進んでいたのに、一体何があったんだろう。通産省、現在の経済産業省で、三岡製のオリジナルゼロハンカーを販売して、もし事故が起こった場合、製造者責任の観点から、下手をすれば会社が潰れるぞと警告を受けたんだ。なんだと、そんなこと言われてしまったら、ゼロハンカーなんて販売できないじゃん。だが、ここまで来ておれる三岡進氏ではない。なんとか突破口を開こうとしているうちに、当時の安田火災保険会社、現在の損保ジャパンで、生産物賠償責任保険に加入することができたんだ。生産物賠償責任保険っていうのは、第三者に販売した製品がきっかけで、製造者に損害賠償責任が生じた場合、その損害をカバーしてくれる保険だ。おお、素晴らしい保険だ。これでゼロハンカーを販売できるんだね。ゼロハンカーは基本となるシャシーの上に、FRP 製の軽量キャビンを被せているんだが、この FRP 製キャビンの製作を担当したのが、同じく富山県の竹岡自動車工芸だ。初耳だけど、三岡とはどんな関係なの？竹岡自動車工芸はもともと看板製作会社で、FRP の成形を得意としている企業だった。そこに目をつけた三岡が竹岡自動車工芸に、ゼロハンカーのキャビン部分の製作を依頼する。こうして1981年、三岡初のオリジナルカーであり、原付免許で運転できる四輪車、ブブシャトル50が誕生した。うわぁ、小さくて可愛いね。これなら雨風もしのげて最高じゃん。前輪を支えているのはバイクのフロントフォーク。原付のメカニズムを有用していることがわかる。キャビンは昨今のトールワゴンのように、前高が高く確保されていて快適そうだ。ワイパーとかもついてるし、結構贅沢だね。ブブシャトル50のすごいところは、テールゲートが備わっているところだ。え、こんなに小さいのに、テールゲートが開いたとしても、荷物を積載できるスペースはないような。車内にはスロープが格納されているから、テールゲートを開けてスロープを展開すれば、体が不自由な人が車椅子を降りることなく、車内に車椅子ごと乗り込むことができるんだ。めちゃくちゃバリアフリーじゃん。そんな車が40年も前にあっただなんて、車椅子ユーザーが気兼ねなく遠出できるなんて、当時の人からすれば衝撃的だったと思うぜ。当然、ブブシャトル50は成功したんだよね。足が不自由な人の移動手段として重宝されたが、この段階ではまだ大ヒットしたとは言えない。あくまで障害を抱えた人向けの車だしね。ゼロハンカーが本格的にブームとなるのは、三岡がブブシャトル50の翌年に発売した、一般向けのゼロハンカー、ブブ501からだ。何この車、おにぎりみたいな形状だね。ぶっちゃけ、今の感覚からすれば、よくわからない形状をしているが、このブブ501はとにかく売れた。月販1万台とか、そんなわけあるか？この車が月1万台も売れてみろ。街中の光景が異常なことになるぞ。
確かに、ちょっと怖いわ。月間で言うと、100から200台くらいだな。なんか思ったより売れてないな。三岡も竹岡自動車工芸も中小企業で、大量生産ができる大企業とはわけが違う。大規模な工場がなく社員も少ないんだぞ。確かに、月間100台でも社内は大騒ぎだよね。独創的なフォルムを持つブブ501は、当時のホンダの原付、リード50の、空冷式の単気筒エンジンを搭載している。原付だから、排気量は当然 50cc だな。エンジン出力はどのくらいなの？最高出力は5馬力だな。ブンブンキャスト史上最もしょぼいね。しょぼいと言っても原付だからな。車と比較するのは色々と違うだろ。まあ、それはそうなんだけど。それで、その5馬力のエンジンで、ブブ501はどのくらい走るの？最高速は 35km 程度で頭打ちになるみたいだ。え、めちゃくちゃ遅い。遅いが、法定速度は 30km だし問題はないな。ちなみにスピードメーターは 70km まであるぞ。ある意味ハッピーメーターで草。一応、駆動方式は MR となるみたいだ。トランスミッションはあるの？原付だから無段変速。つまりは CVT だな。一応、バック機構もついているぞ。へぇ、こんな感じだけど、ちゃんと車に仕上がってるなぁ。しかもこのバック機構はエンジンではなく、専用のモーターを使用するらしいんだが、なんか変に手が込んでるね。専用モーターってハイブリッド車みたい。運転席にあるバックレバーを力強く引くと、モーター回転部分を押し当てることができ、モーターの回転の勢いで直接後輪を回すという、もはや力技のバック機構になっているんだぜ。そのためのモーターなのか。でも車である以上バック機構が必要だし、開発陣が頭をひねって考えた結果だから。まあ、ところが、オーナーの話によると、ブブ501をはじめとするゼロハンカーは、原付ベースだからめちゃくちゃ軽いらしく、一旦車を降りて手で押した方が早いそうだ。お願いだからバック機構使ってあげて。ちなみにブブ501はフロント2輪、リア1輪の3輪車となっているぜ。何かと融通が効かない部分もありそうだけど、原付免許でこれに乗れるんならそりゃ買うよね。ブブ501が大ヒットして絶好調の三岡は、ゼロハンカーのバリエーションを増やしていく。ブブ500には居住性を高めたワンボックスだ。なんだかバスみたいだね。ブブ500にはフロント1輪、リア2輪と、オーソドックスな3輪車へと変更された、左右ドアがないモデルもあるようだな。ドアがなくなると一気にバイクっぽくなるね。プクプクみたいで結構可愛いじゃん。続くブブ503はブブ501の後継的存在で、こちらもフロント1輪、リア2輪となっている。外観とタイヤの配置以外に違いはあるの？そうだな。ブブ501はハンドルに車と同じ、ステアリングホイールを採用していたが、ブブ503はバイクのバーハンドルのように、横に長い形状のハンドルを採用しているな。より原付に近い感じになったのかな？続くブブ504では初代ブブシャトル50と同様、前後に2輪ずつタイヤを備えた4輪車となっている。おお、今までで一番車っぽい見た目だね。そうだな、軽商用版みたいな感じだ。ブブ504の発売は1984年、数々のゼロハンカーを世に送り出した三岡は、ゼロハンカー市場を牽引する存在になっていた。今で言うと、4輪車におけるトヨタ、2輪車におけるホンダみたいな感じ。まさにそんな感じだな。三岡が生み出したゼロハンカーブームに乗じて、市場に参入する企業も後を絶たなかったようだ。ゼロハンカー市場は大盛り上がりだね。だが、原付と変わらないメカニズムのゼロハンカーは、どう考えても性能不足で、交通の流れを阻害していた。確かに、原付よりは大きくて邪魔だもんね。しかも原付は割と飛ばす人も多いけど、ゼロハンカーはマックスで 35km だもんな。さらに、原付免許で乗れるゼロハンカーは、敷居が低く気軽に乗れるというのがあだとなり、交通ルールを守らない、知らない人が多く、事故が多発して社会問題になってしまった。嘘でしょ。頑張れ三岡。この状況を危惧したのか、結局1984年8月、道交法の改正によりゼロハンカーも、普通自動車免許が必要になってしまう。原付免許じゃ乗れなくなったんだね。これと同時に、急速にブームは終焉に向かい、三岡の月間も10から20台へと落ちてしまうんだ。最盛期の10分の1以下って、きついな。その後も三岡はプレミアムゼロハンカー、ブブ 505C によって高級路線へと転換したり、ファッション性の高い個性派、ブブライムや、軽トラのように使うことができるブブボーイなど、多様なゼロハンカーを発売していくが、どれもこれも無駄なあがきだったようだ。そんな、
三岡、大打撃じゃん。原付免許で乗れるという最大の魅力を奪われたんだから仕方ないんだけど。結局、三岡はゼロハンカー製造工場を閉鎖して、ゼロハンカーから撤退することを決めたんだ。あれだけ盛り上がっていたのにね、残念だよ。最後までゼロハンカーにこだわっていた三岡進む氏だが、ゼロハンカーを辞めるか、社長を辞めるかを、迫られたことで泣く泣く撤退したようだぜ。諦めないことは大切だけど、それで会社が潰れたら、社員の多くが路頭に迷ってしまうし、仕方ないね。だが、1998年に三岡は超小型車事業に再参入する。え、そうなの？三岡進さん、まだ諦めていなかったんだね。ゼロハンカーはマイクロカーと呼び名を変えて、約10年にわたって三岡ショールームで販売された。あんまり話題になっていないということは、そういうことだと思っていいのかな？まあ、そうだな。ゼロハンカー元いマイクロカーが、再び注目の光を浴びることはなかったが、自分の車を作りたいという三岡進氏の夢は、別の形で実現することができたからな。ある種伝説と言えるオロチもあって、今はバディが大ヒットしているしね。ということで、自然吸気ちゃん、三岡自動車の原点であり偉大な車である、ゼロハンカーを購入してはどうだろう。いや、結構です。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またねー。